通称辻門センターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて辻門について聞きたいんだったな。説明してやろう。辻門とはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋門、筋門。はあ、まあ要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋門と呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでその筋門のデータを集めてんだ？それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、お前らは答えられるか？ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう？多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに、今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで、一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ？まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ？それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくな奴がいればいいんだが。そういうやつが見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちに筋門のデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいいやつは嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか？お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ？ああ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さてあとは筋門の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。ああ、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあどの色がいい？赤か
青か緑か。ああよくわからねえが、そうだな。じゃあ青で。青だな、わかった。よし、お前らは青のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け、登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。しねえぜ、俺の番だな。とっておきだよ。すごい、逃げるな。おい来た、やっくぜ。行くぜ。ダメだよ、行くぜ。行くぞ、ノペット。くらえ、見せてやるよ。どうした？見せる。やってやるぞ。とっておき。ほら来いよ。やった。じゃあ。やってやる。来てみろ。どうするかね。